リュックが。緑色の原生林、瀬戸内海の青色のコントラ
寺の町、坂の町、文学の町、映画の町としてとっても有名です。都政会議館、尾道水道、点在する寺院、細く入り組んだ坂道など、尾道ならではの美しさを楽しむことができます。そして尾道のお隣、世羅町は広島のほぼ中央に位置しており、松茸や梨、トマトやお米など農産物の一大産地です。駅伝の町としても大変有名なんですが、日本最大規模の観光農園やワイナリーも大変人気なんです。また今年の5月には世羅インターチェンジの近くに特産品など何でも揃う道の駅がオープンします。ぜひ世羅インターチェンジで下車してお立ち寄りください。また続いて中国山並海道を北に上がると三好市です。こちら450年の伝統と歴史を今に伝える三好の夏の風物詩鵜飼をはじめ、秋から冬の早朝に見られる雄大で幻想的な霧の海など、美しい文化や自然、そういったものが息づく街なんです。そしてさらに紹介させていただきますのが庄原市です。こちらは広大な花畑やイルミネーションで有名な国営岐北丘陵公園、また壮大な自然に圧倒される帝釈峡、あと最近では個人の庭を一般公開するオープンガーデンなども有名なんです。この他にもまだまだ紹介しきれないほど魅力的なスポットがいっぱいありますので、皆様どうぞ足を運んでみてください。はい、では続いて美しい日本の原風景、自然の幸、神話に彩られた史跡や文化遺産が多く残る島根県の雲南エリアをご紹介いたします。現在でも世界で唯一、古来からのたたら製鉄の炎が燃えるたたらの里でもあります。ここを舞台として島根県出身の映画監督、西堀義成監督がエグザイルのヒロさんをエクセクティブプロデューサーに迎え、島根のたたら製鉄をテーマにした映画たたら侍を撮影しており、いよいよ来年春に公開予定です。これからの時期は日本桜名所100選に選ばれている飯川堤防桜並木が楽しめ、その他にも西堤天然記念物の鬼の下振るい、出雲大社神楽殿のしめ縄の制作に代表されるしめ縄作り展示体験ができるしめ縄創作館など見どころが盛りだくさんです。続いては出雲市にあります縁結びの神様で有名な出雲大社です。現在60年ぶりの遷宮、平成の大遷宮が平成28年3月まで続いており、美しく蘇った御本殿にお参りすることで新しく生まれ変わる力や新しいご縁を授かることができると言われています。ご参拝の際には出雲そばのお店やおしゃれなカフェなどが立ち並ぶ神門通りもぜひお立ち寄りください。では最後になりますが、中国山並海道の終点となる松江市には、出雲の国武時にも記されている玉造温泉があります。アンチエイジングや美肌に効果抜群と言われ、老若男女問わず人気の施設となっております。ご存知でしょうか、化粧品会社のコーラが実施しました美肌県グランプリで、なんと島根県は3年連続で1位となりました。そんな美肌効果も期待
シンガトラブルって大丈夫よ。大丈夫大丈夫だって。あ、いいって。さて PR の応援に駆けつけてくれましたみきゃん文化期島根っ子。また、この後も午後。午後また2時30分からもまた再び登場してくれます。一旦お別れとなります。若い出てきた。